こんばんは。お待たせしました。お、嬉しい、いっぱい来てくれた。とりあえず8時から9時の間にインスタライブをすると、予告していたので始めますが、きっとすぐには、見てくれる人も集まらないと思うので、まあ基本的に明日のね LHP ウィーメンでやるイベントのことについて話したいなって思っているんですけど、とりあえず今はまだ人が集まらないと思うので、なんかおしゃべりしましょうなのでなんかください。皆さん元気でしたか？今週も1週間お疲れ様でした。あれ今日花金だよね。金曜日だよね。そうだね。今日13日の金曜日。やばい。来るよ。ジェイソンが来る。映画見たことないんだけどな、ジェイソン。お、すごい早いな。あの、後ほどもう少し経ってから明日のイベントの質疑応答、私が全部答えられるか分かんないんだけどとかやれたらいいなと思ってるので、とりあえず後でにしましょうかね。だから今ごめんなさい、質問してくれた人また後ほどしてください。お願いします。あ、すごい、ニーハオだって。本当に中国の方かな。久しぶり、サイちゃんだって。久しぶり、誰かわかんないけど久しぶりなんか昨日暑かったよね。昨日暑かったのに今日マジで激寒でしたね。こんなんじゃ風邪ひくよね。皆さん体調は大丈夫ですか？乾燥もすごいし、マジで。なんか最近、まあミュージカルも控えてるってこともあって、ちょっとずっと興味あったんだけどやったことのなかった、あの寝るときにここにこう口が乾燥しないようにとか、ほらいびき対策とかで多分あるらしいんですけど、テープ貼るやつあるじゃないですか、薬局で売ってる。あれをやり始めました。デビューしました確かにあれつけて寝ると、やっぱ多少は多分これぐらい開いちゃって空気とか吸ってると思うんだけど、いつも口開けて寝てんのかな。そんなことないと思うんだけど、でもマスクよりかはなんかやっぱ乾燥を防げてた気がする。基本的夏も冬もあのクーラーとか暖房はつけて寝ないようにはしてるから、まあそんなに気になることはないんだけど、でもやっぱやばいよね最近。インフルもそろそろ来るし、私はもうちなみに注射打ちました、インフルエンザの。ちょっとみんなのあれしなかった、見てなかったコメント。髪の毛の話すごい多いね。なんか嘘、何なんかあれ違和感ある。でもそうだよね、確かになんか私のことをアイドル時代もちゃんとなんか最後まで見届けてくれてた方々は最後の方とか髪長かったから、多分今こう長いのとか違和感ないと思うけど、最近ほんとよく言われる、会う人会う人に、え、髪短いイメージあったからみたいな。もうすごく昔の話なんですけど、でもやっぱり私ってショートのイメージなんだなって思った。リームいいよね、ショート。ショートでもう一回イメージをつけ直すっていうのはありだなと思うけど、ちょっと検討ですこれは明日その LHP ウィーメンでコラボするあの商品の、商品を私はちょっと皆様より先に
今日受け取りに行きました、取りに行きました。で早速着てます。これはね、なんだっけ、サンドって色かな、ベージュみたいな色なんですけど、そうなの、これすごい可愛い、まあ後でちゃんとまた説明しますけど、これおすすめだよ。その服どこのですか、だって私が作ったやつ、これ私が作ったやつちょっと待って、ね、私のあのちょっとすごいあれがある、ラグなんていうんだっけ、こういうのタイムラグがある。とりあえずどうしよう、もうすぐ、もうちょっとしたらですかね、今15分なので20時、どうしようかな、20分ぐらいから明日の話しますか。それまではなんか適当に話しましょうお、 WSS、 ウェストサイドストーリーの稽古はどうですか。お、稽古はですね、正直あのまだ3日しか参加できてなくて、今日はお休みだったんですよ、偶然で。明日はイベント中にもみんなは稽古してるからちょっと心が痛いですけど、でもね、イベントは前もって決めてたことでもあったし、やっぱ今私は作品を掛け持ちしてましてですね、すごく初めてですね、こんなに2つ一気に覚えなきゃいけないみたいなのが、いや結構ピーってなってるので本当この明日のイベントでもう息抜きじゃないけど、もう本当何より楽しみにしてるので、明日だけは稽古のこと忘れて楽しませてもらいます。まだだから共演者の皆さんとも全然喋れてないし、会ってない人もいるの。宮沢エマさん、マリア役の宮沢エマさん、同じ宮沢で秋元才加とも共演してて、才加のとも仲良くのかいいみたいなんだけど、エマさんと一緒にお仕事ずっとしたかったから本当今回嬉しくて、でもまだ唯一会えてないんですよね、早く会いたい。なんかね、大変ですよ。でもなんかなんだろうな、早く楽しいと思いたい。まだ全然なんかね焦ってるし、なんか私が頭の切り替えが全然できてないから、福岡行っててもウエストサイドストーリーのこと考えてるし、ウエストサイドストーリーの現場行っても福岡のこと考えてるし、あとちょっと、ね、今月はちょっといろいろと私自身がバタバタしているので、結構なんか頭の中がずっとなんかあれフル回転してる。なんか夢も見るし、なんか怖いの、夢が、夢占いなんかねすごいの今日もなんかね怖い夢ばっか見て続けて、なんか夢占い調べたらやっぱストレス溜まってるみたいな。正直だね、自分の体は本当にそうなんですよ。なんか悪口書いてあるんだけど、まあいいや。そう、ウエストサイドストーリー見に来てくれる人いる？てか今月の福岡来る人いんの？クリスマスイブ急な発表だったしね、イブだし、みんなそれぞれ予定あるし、平日だっけ、平日だったっけ、ちょっと日時わかんないですけど、これなさそう、みんな、まあやるしかないので頑張りますけど、不安は募る一方です。
でも福岡さ、食べ物がすごい美味しいよね。この間も夜中なんか美味しい伊万里牛っていう伊万里牛のしゃぶしゃぶを食べてから、今回を一緒に共演するつぶやきホリプロのつぶやきしろうさんと上田寛大君と、あとホリプロのスタッフさんとか、今回の作品のプロデューサーさんたち何人かとかと一緒にご飯食べて、その後なんかみんなでダーツみたいなので遊んで、で、はしごして、山ちゃんだっけ、会ってたかな、山ちゃんかっていう、なんかすごく福岡の人も美味しいって言ってるラーメン屋さんにはしごして行って食べて、いっぱい食べました。太っちゃうよね、やばいよマジで。山ちゃん、そう山ちゃん会ってるよね、山ちゃん、そうそう山ちゃん美味しかったな。次行ったら何食べさせてもらえるかな何食べさせてもらえるかな。うーん、あ、20分だ。もうじゃああんま人増えてないけど、まあ話しちゃいますね。明日ですね、12月14日ラフォーレ原宿の3階にある LHP ウィーメンでファンイベント開催しまーす。イエーイイエーイまあご存知だとは思いますけれども、いよいよ明日になりました。そして私が先ほどから着ているこのお洋服、お洋服は今回 LHP ウィーメンさんでイベントさせてもらうということで、コラボ商品を出させてもらうことになり、そのために考えたデザインのロンティーです。これはね、さっきも言ったんだけどサンドというベージュみたいな色で、すごく可愛いこの色すごく、私今 XL 着てるんだけど、やっぱ大きめにパーカーも持たすんですけど、パーカーもロンティーもやっぱ大きめで着てもらいたいなっていうのが私の気持ちで、あとその LHP ウィーメンらしさもやっぱちょっと、なんて言うんだろう、大きめで着る感じが LHP の他の商品でもよくあったりするので、このボディだったり、このロンティーのボディだったりっていうのもいつも LHP さんが出す商品と同じ場所から発注してもらったり、本当にこだわって作らせてもらいました。なんかね、サイズはどっちかというと M、L、XL があるんですけど、縦長、もちろん M、L、XL で縦にも大きくなってくるんだけど、どっちかというと長くなるルッククスが私好きじゃないので、結構横幅がしっかり M、L、XL でサイズが大きくなっていくと出てくる感じです。腕とかパーカーとかロンティー含めちょっとこうタポってサイズが大きくなればなるほどなるので、こうなんか大きいとここにたまる感じが、このたまりがね、もう大好きなのよ、このたまる感じ。あとまあちょっと数年前に入ったこの燃え袖とかも、大きくなればなるほど、サイズが大きくなればなるほど、燃え袖とか燃え袖モテ効果あると思います。でこのロンティーのお写真なんですけど、こんな感じになってて、これは私の幼少期の写真がね、こここれとこれとこれなのだけど、ちょっと顔がわざとサイの顔じゃなくて、スタンプとかこう押してもらって、ちょっと別に私って知らない人でも着れるよみたいな。で周りの写真は私が旅行とか他のところ、なんか他に普通に自分で写真撮った写真、かわいいな、この風景かわいいなと思った写真とかをちょっとおしゃれにコラージュさせてもらいました。あとね、これすごい感動的、見てタグ
嬉しい。 LHP さん、 LHP B 面と宮沢さんのこれ限定のタグまで、タグまで作ってもらいました。ありがとう、本当にありがとう。まさかこんな細かいことまでしてもらえるとは、嬉しすぎます。今ねちょっとすぐ手元にパーカーがないんですけど、パーカーは私の愛犬の、をモチーフにしたイラストで、目からこうビームが出てる、私は個人的にすごく気に入ってるデザインなんですけど、なんかさっきも母親になんでこの写真使ったのみたいな感じ言われたんだけど、普通の可愛い愛犬の写真を載せたところでなんかつまんないし、なんかたまたまフラッシュをなんかなんでなん、あれなんかたまに目光るんですよね、うちの犬で、その光った瞬間に撮れた写真がすごい面白かったので、そこからちょっとアイデアを生み出しました。あとはこのトートバッグ、これは売り物ではなくって、このロンティーとパーカーを一緒に買ってくれた方限定でショッピングバッグとしてお配りします。でもこれもなんていうんだっけ、これもちょっと待ってカンペ、先着順、数に限りがございますので、あらかじめご了承、もし来た時になくなっちゃったらごめんなさいっていう感じかな。うん、違う、あそう、ワンコにフラッシュはあんまり良くないみたい。いやフラッシュ焚いたんじゃなくて、うちの犬たまに暗闇で目が光るよって話 しただけです。はい、犠牲はしないと、そういうのねって感じかな。で前もって前なんか皆さんも気になっていることがあると思うので、後でコメントも読みたいと思うんですけど、まあ一応明日はファンイベントということで、購入してくださった方みんなに一応その私との握手券みたいなのがつくようになっております。3部制に分かれております。一部が14時から15時、先着200名様です。で2部が16時から17時、先着200名様で、3部が19時から20時の先着200名様となっております。まあね、時間によって来れる来れないもあると思うので、なるべくたくさんの方がこう均等に来てくれればいいなって思いはあるんですけれども、やっぱりどうしてもね、昼間の方が先に売れちゃうとか、夜の方が先にチケットなくなっちゃうみたいなこともきっとあると思うので、そこら辺はすみませんけれども、皆さんご理解していただけたら嬉しいです。で、明日はイベントを開催させていただくんですけれども、 LHP ウィーメンさんは普通に営業をもともとしているので、普通に LHP ウィーメンにお買い物に来るお客様、顧客のお客方々もたくさんいらっしゃると思います。なので、この私のイベントメインでこう LHP に遊びに来る方は、このくれぐれもそういうLHP ウィーメンさんのお客様にご迷惑をかけないようにしていただけると嬉しいです。お願いします。で、あとは撮影は基本的禁止になっているのいるんだけど、このやっぱイベントがあること知らなかったりとかして通りすがりの人とか、あれみたいな、私って気づく気づかない関係なく、俺何やってんだろうみたいな感じで、なんか群がってんなみたいな感じでカメラを回しちゃう人も絶対出てくるだろうなと思ってるんですけど、一応今このインスタライブ見てくれてたりとか、イベントに来てくれる私を目当てに来てくれる方々はカメラは絶対に禁止だけど、私目当てじゃない方で何も知らない方が思わずカメラを回しちゃうこと絶対あると思います。それはもう皆さん微笑んで撮っちゃってるな、本当はダメなんだけどなってちょっと微笑んで見ててあげてください。やっぱね、そういう人たちにカメラ撮んないでくださいって強く言いづらかったりもすると思うので
もうしょうがないなって思うので、皆さんだけそれはお約束していただけたらいいなと思います。ちょっとごめんなさい、ここら辺が曖昧になっちゃってるんですけれども、お約束守ってくれて嬉しいです。あと前にね、あの来てた、コメントだったかな、なんかあったんだけど、その握手会には参加できないんだけど商品だけ欲しいっていう方が実はいて、ありがたいです、本当にありがとうございます。どれぐらいそういう方がいるかは分からないんですけど、一応そういう方々へのインフォメーションも出ているのですが、私の口からももう一回言いたくて、一部と二部の間、二部と三部の間、あと三部の後の時間にですね、握手会には参加しないけど商品だけ買いたいって方々が、こう買える時間になっております。で、ま、こうなかなかそれが理解できてなかったりしても、LHP のウィーメンの店員さんに、握手会は出れないんですけど商品だけ買っていいですかって尋ねてくれれば、スタッフの方々が誘導してくれると思うので、本当はね握手もぜひ参加してもらいたいんだけど、もちろんそれは時間だったり、もう地方にお住まいの方とかはね、帰らなきゃいけない時間とか、やっぱどうしてもイベントとタイミングが合わなかったりもしていると思うので、ありがたい、会えなくて本当に申し訳ないんですけれども、ぜひぜひそんな感じで対応してもらえたらなって思ってます。はい、あと何かな、でも本当にね、もっともっと詳しいことが、LHP ウィーメンの、まあ、LHP さんのこの URL サイトにね載ってて、私のロゴこっちなんかね、ちょっと今 iPad で見てるんだけど、 LHP のサイトに飛ぶと今こんな感じでこう出るんですね、サイトが。で、下にスライドしてもらうと、こう私のロゴのと LHP ウィーメンのコラボのロゴが出てくるので、ここのニュースを押してもらうと詳細がいっぱい出てきます。これはダメだよとか、この時間に来てねとか、握手会の流れとか、いっぱい購入の流れ、商品の購入の流れとか、注意事項とかいっぱい書いてありますので、もう一度皆さん目を通してから明日は集まってもらえると嬉しいなと思います。ラフォーレ原宿が11時オープンなのかな、だけど一応10時からこの並んだりもできるようになっているので、多分そんなに混まないと思うんだよね、どうなんだろう、あ、混んでもらったらすごい嬉しいんだけど、ええ、だけどこればっかり私も久しぶりだし、このパターンのファンイベントっていうか、ファッション交えるものだったり、こうイベント会場じゃないところでやるこういうねファンの方との代わりを持つ場所が初めてなので、どんな感じなのかなって思ってるから、ちょっと正直読めないんだけれども、ちょっとねぜひぜひそれは参加してたくさんの方に会えたらいいなって思ってます。よろしくよろしくよろしくお願いします。はい、で、あと、あ、そう、プレゼントとかお手紙って渡せるんですかっていうのを以前いただいてて、ちょっと待って失礼、以前いただいてたんですけれども、プレゼント手紙ボックスご用意させていただくことにしました。ありがとうございます。ね、これは握手会に並んでる最中にのどこかで必ず持ってきてくださったものをお預かりできるボックスを、回収方法を、が分かるようになっていると思います。握手の時に直接渡すっていうのは正直ね、決められた時間があるのでできないので、必ず握手に来てくれる時までにその回収ボックスに入れていただくか、終わった後でも、まあ、近くのスタッフに言ってくれれば、必ず受け取らせていただきますので、もし何か私に持ってきたい、渡したいものがある方はそちらに入れてくださいクリスマスも近いんで、はい、お願いしますで、
握手会っていうかその抽選、抽選っていうんだっけ、握手会ともう一個領収書イベントっていうのを私独自でやらせてもらいます。あのねこれはね60あれ 何人って書いてあったかな、1000あ当たった方60名かな、60名の方に私が領収書をプレゼントします。その詳細もこちらにこのサイトに書いてあるんですけれども、書いてもらう、あの領収書で名前のところに書いてもらいたいニックネームだったり名前だったりっていうのをあらかじめあの握手の前に準備しておいてくれるととてもスムーズに流れると思うので、そこら辺の協力もよろしくお願いいたしますという感じでございます。はいって感じで、私が今日伝えたいことはないかな。あ、食べ物差し入れとかそのプレゼントの時の食べ物はすみませんが NG になっております。これ前回ホリプロに入った時にすぐ言えばよかったんですけど、基本的にあの舞台の時とかこれからもなんですけど、あの食べ物がダメなんですよ、ごめんなさい。なので今後も明日とかだけじゃなく今後のねなんかこう舞台の時だったりも今後も食飲食は厳禁ということで、明日もそれを守っていただけると、明日から今後守っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はいって感じで、さえは自分で伝えたいことはもう終わりなんですけれども、他に皆様からのちょっとコメントというか質問とか他にあれば聞きたいなと思います。今説明したものは答えないです同じことたまに聞いてくる人いるんだけど、それはもうあの今説明したいので答えないので、他のことでもし今喋ってないことでもし聞きたいことがあればっていう感じです。今から見るね、ごめんね、ちょっと遡りたいんだけど、あ、ネットで売ってごめんなさい。商品についてなんですけど、基本的にこの案今後ネットで販売する予定は本当にありません、ごめんなさい。なんだけど万が一よ、万が一明日その一応発注した枚数が本当に全部売り切れてしまって、せっかく来たのに買えなかったっていうパターンが私の卒業コンサートの時みたいなあんな感じで来たのに買えないってどういうことだみたいになった時は、さすがにあの私たちもせっかく来てくれた方々に商品をあの渡せないっていうことはすごく心が痛いので、そういった方々のために後ほど受注会としてあの渡すことがもしかしたらあるかな。これは今後ちょっとあのお話を LHPB 名の方だったりあのマネージャーさんともお話ししたいなとは思っている話ではあるんですけど、私的にはそれができたらいいなとは本当に思ってます。てか何ならそっちの方向で進められるように私も頑張っていっぱいいっぱいお願いしたいと思います。多分ね、でも来た人全員に受け渡ると思うんだよね。舐めてるかな、舐めてないと思うんだ多分大丈夫だと思うので、みんなにねすぐ明日中にお手元に行き渡るとは思うんですけれども、万が一そんなことがあった時はそういうこともちょっと考えてますよってことだけ、お知らせしておきます。で、懐かしすぎるな、懐かしいよね、あれあれありえなかったよねもう本当に悔しい、今でも思い出すだけで、あれはありえなかったね。そうだな、あとは名古屋でもやってほしい、だってありがとう嬉しい、でもごめんなさい原宿でしかやらないの、ちょっと待ってね、ごめんね、みんな押すね。現金のみですか、あ、お支払いですか。いや、クレジットカード使えます。あれ使えるよね、使えると思う、使える、私いつも
カードで買ってる。っていうか明日も自分の商品買う自分で自分の商品買うから大丈夫、カードで大丈夫です、カード使えます。え、使える。使えなかったら後でストーリーとか載せるけど、載せてなかったら使えるってことでお願いします。使えると思うな、使えると思う、使えると思います。握手会はどんな感じですか？握手会外から丸見え、剥がしはどんな感じですか？剥がしとかは全然ちょっと分かってない。ただ別にその AKB グループの握手会みたいに剥がす人とかがいるわけではなく、ホリプロのスタッフさんたちがはい、はい、じゃあ次の方にみたいな感じで多分やると思うので、あんなもんなんかああみたいな流れ作業ではないですね。なんかせっかくなのでそういうことはないなとは思うけど、やっぱり一人ずつ限られた時間っていうのは必ずあるので、あの一人だけいっぱいとかそういうのはご遠慮ください。丸見えだね、基本的握手会は。別にブースがあるわけでもなくって、私がレジに立つような感じで多分皆様と握手をする感じになると思いますので、丸見えです。あとホリプロの、まあ、後々ファン、私のファンサイトとかに載せる用のカメラ、ムービーだったり、あのオフィシャルが多分チラチラと入ると思うので、もしあの映りたくない、今映りたくないっていうか、もう映りたくない人はなんか顔隠しておいてくださいちょっとそういうオフィシャル入ると思います。はい、あとね、あ、値段ね、服のね、ちょっと待って、服の値段ね、服の値段出しましょうか。洋服のお値段はですね、あ、ちょっと待ってね、お洋、あれこれどっち見るのかな。お洋服のお値段は、今私が着てるこのロング T シャツ、ロン T は、8000円にタックス、消費税がつく形になっております。でパーカーがですね、フーディーが、1万1000円にタックス、消費税がつく形になっております。あのね、確かに学生とかからしたら高いと思うかもしれないんですけれども、本当にこの値段もギリのギリまで、あのもう本当に悩んで、もうちょっと高くつけてたっていう事実も実はあったりとかして、でももう少しお願いなので下げてください、もう少し下げた方法でいきませんかっていうのを本当に発表する前日ぐらいまでもうあの頼ましていただいてこの額にしております。でも本当に、ね、全部デザインもゼロから、1から1から0から、本当になかったところから考えて、このね素材だったり色味だったり大きさだったりっていうのを本当に全部考えさせてもらったので、それだけの価値はあると私は自分で思っているので、どうかそこは、どうかそこは、こんなこともう二度とないかもしれないので、こんな夢の共演ぜひあのね優しく買っていただけたら嬉しいですそう、なんか本当店員さんみたい、さえちゃんっていうか、本当一日店長みたいな感じだよね、気持ち的に。明日はそんな感じですね。そう、あとごめん、ね、ちょっと待ってね、ちょっとごめん、さっき自分で喋っちゃうとあれなんだよね、あれが見れないね、その前にしてくれてたコメントが読めなくて申し訳ない。ネットに載ってたよ、値段だって、優しい、ネットに載ってます、今言ったけど会えないファンもおるから、また次もやってくれて嬉しい。やりたいんだよ、やりたいんだけどね、そう簡単にすぐできる企画でもないんです。これはいろんな人の力を借りてるので、これも本当にタイミングだったので、この間のミラチャイっていう私の連載でも話したんですけれども、ファンイベント12月にやりたいなってしたんだけど、どうしても箱が抑えられなくて、どうしようってマネージャーさんと言ってる時に、 LHP ウィメンにいるもう私の大好きなお友達が、あのさえちゃんと一緒にイベントやりたいんだけどって声をかけてくれて、えみたいな、ぜひやらせてくださいってことで、本当にもう私からすると LHP さんの場所を貸していただいて、無理くりもイベントさせてもらっていただいてるのにもかかわらず、商品まで出させていただいてみたいな気持ちなので、
わがままは言えぬなんですけれども、またでもね、好評だったら次もあるかもしれないから、そうなるといいよね。そうなるといいなって思ってます。あ、お、いいね、質問。ロンティの生地結構しっかりしてる感じですか？生地は結構しっかりしてます。うん、あのでもね、ペライペラペラだね。あの分厚くはないのと、パーカーは裏起毛なんだけど、あのモコモコしてるんだけど、別にロンティは裏起毛とかではないので、なんか今冬これだけ1枚着るって確かに寒いけど、あの私が見本で着てたみたいに下になんかタートルネック着たりとかシャツ着たりとか、まあ、この上に羽織るでもいいし、インナーとして冬は着てて春とか秋とかに1枚で着るみたいな感じでフル活用できるかも。あの春夏秋冬、春夏秋冬ロンティーの方が。パーカーはね、やっぱ冬とかの方が秋冬限定になっちゃうと思うんだけど、そんな感じになっております。もうどうかしら。他にはメンズもあるんだよね。あ、メンズという枠があるわけではないです。ただユニセックスで作ってるので、サイズ感を基本的メンズの人は XL だったらいいかなって。ちょっとほら、あのガタイがいい人も XL だとちょっと肩落ち、こんな感じで肩ここなんだけど、ここにフィットしないように大きく作ってるってこともあるので、 XL だったらメンズだったら大体着れると思う。でもうちのお兄ちゃんは結構撫で型っていうか、こう体こう肩がストンって落ちちゃってるったりもするし、ガリガリなので、あのパーカーは L にしたけど、うん、でも基本的にメンズは XL でいいんじゃないかな。細身の方はロンティーとかは L のがいいと思うけど、あのただただあの今ここで今決めなくても、明日来てくれる人は商品をちゃんと見て、サイズもこう試着はできないんだけど合わせてから選べるので、後悔なくあの買っていただけると思っております。うん、あとプリントされてる絵の質感ってどんな感じ。すごいね、そんなこと聞いてくる質感はこれもすごいこだわったの。マットっぽくするか、もっとパッキリ写すか。なんかでもやっぱりロンティーの色味によってで、この写真の絵を色を変えてるわけではないので、やっぱりこのサンドっていうベージュ、白っぽいものだとこうパッキリはっきり映るけど、後ろがこうグレーのものだったり、もう一個パープルで作ってるんですけどってものになると、なんかやっぱ確かに絵がパッキリ映ってる感じには見えないかもしれない。でも質感で言うとわかんないよね。明日見てもらったらいいんだけど、本当でもプリントしてもらってる感じかな。あのツルンツルンでもない感じですね。はい、すごいね、ファッション好きなのかな。質感聞いてくれた人、S サイズはありますか？ S サイズはごめんなさい、ありません。うーんって感じかな。紫見せてください。紫ね、今すぐ持ってこれないんだ。先生、うーん、ネチャネチャした感じですか？どういうこと？ネチャネチャってちょっと表現が分かんないな。ネチャネチャしてないと思う。待って、まあ早い、ちょっと待って、待ってね、待ってね、待ってね。パープルがいいなって思ってたけど、今着てる色いいな。これでしょ、これ意外といいんだよね。でもね、パープルはパープルでめちゃくちゃ可愛いっす。持ってこれないんだよね。持ってきとけばよかった。私はパープルおすすめ。明日パープル着ようかなって思ってるぐらい。なんだろう、それこそ LHP のサイトを見てくれると分かるんだけど、
LHP でもし他の服とか今後みんながこう好きってなって LHP でお買い物する人がもっともっと増えていった時にも合わせ一番合わせやすいのはパープルだなと思う。グレーとかこれは他の服にも合うかもしれないけど、パープルはね、まあ若い子はパープル行った方がいいと思うな。若気の至りよ。うん、うちのママ世代の人がパープルとか着てたらびっくりしちゃうけど、まあいいんだけどね、着てても全然だけど、うん、パープルは本当にあの私は LHP っぽいなと思ったからパープルで作ったので、ぜひぜひパープルはおすすめだなと思ってます。フーディーはねあるよ、あるんだけどね、ちょっとね今持ってこれないかな。洗濯しても色落ちしないの、わーちょっとまだ洗濯してないからわかんない、どうだろう色落ち怖いね。確かに、でもなんかママがこういうプリントしてあるところはアイロンとかかけたら溶けちゃうんじゃないって言ってて、ちょっとそこら辺まで私が聞いてなくてあれなんだけど、もしだからこうシワとかが寄っちゃったところアイロンかけたいってなったら裏返しにしてかけるとか、洗うときは一応裏にして洗ったりした方がいいかもなと思ってる。うん、色落ちこのね、多分この服の色落ちはしないと思います。うん、大丈夫だと思っている。でも最初怖かったら別々洗った方がいいかも。まだそこまで試してなくてごめんね。グリーンのねパーカーは一番人気。私が私もイベントに来れない友人とかのプレゼント自分でしたいって思う方々に今回明日自分で買うんだけど、その人たちから何色がいいって聞いた時にもやっぱりダントツでグリーンのパーカーが人気でした。いいよねグリーンパーカーね、グリーンパーカー。でもねおすすめはねピンクじゃない、白も可愛いんだよ。白にピンクの絵、あの絵が描いてあるんだけど、まあ、黒は無難に着れるかな。まあ、男の子は来るかなって思うけど、女の子だったらピンク白とかでも全然いいと思います。うーん、30代の真ん中でもパープルいける、いけるよ。私の親友30代半ばパープル買ってますさっきもここにいたけど、今もうインスタライブ見てないかも。大好きなピロちゃんはねパープル買ってくれてたよ。そんな感じかな。もう大丈夫かな。もうあもうやばい、1時間経っちゃう。こんな長くしちゃった。明日買いに行けない、うーん残念。うーん、白パーカー透けるかな。いやそりゃなんかめちゃくちゃ派手なブラジャーとかつけて白なんて普通の人着ないっしょ。いやわかんない、私は着ないんだよね絶対。だけど裏起毛だしパーカーだから、まあ大丈夫だと思うんだよね。うん、でもロンティーで私普通に黒白で違う色でロンティー出そうかなと思ったんだけど、ひかるちゃんが白が透けちゃったりするから絶対白じゃやめた方がいいって言ってくれたから、今回この3度にして正解でした。ま、真っ白よりかは透けないと思うし、別にみんな透けたら透けたで困るんだけど、別にこれぐらいの色だったら大丈夫だし、パーカーの白も別に透けないと思います。大丈夫だと思います。いい質問。 XL が一番多く在庫ありますか。 XL が一番多く在庫あると思います。微妙な誤差ですけど、でも私は XL 進めたいと思って XL 推しなので、うん、身長が大きいからこのロンティーにしてもパーカーにしても XL 買って、そのなんていうのワンピみたいにはできないんだけど、私の場合は。でも身長低めの子150代の子とかだったら頑張ればレギンスとか下に履けば全然 T シャツワンピとかパーカーワンピにもできると思うので、本当に XL がおすすめです。握手会時間何秒ぐらいですか。わかんないんだよね。でも10秒から20秒、1分とかはない、さすがに。もう1時間って限られちゃってるので、そんなに長くは多分喋れないけど、
何年かぶりに触れ合える、何年かぶりまあ1年ぶりぐらいにみんなに触れ合えるっていうことを今回前提に楽しんでもらえればなと思ってます。このライブ残した方がいいかね、残そっか。こんな長くやってても見てくれる人いるか分かんないけど、今回残そっかな、このライブって感じです。ちょっと他には他のなんかこういう感じのはないかな、大丈夫かな。 OK、 もう皆さん質問は大丈夫だよね、大丈夫だね。OK、 というわけでもう1時間経っちゃったんで、経っちゃうので、こんな感じでインスタライブ終わりにしようと思います。明日楽しもう、楽しみだね、嬉しいねちょっとあの朝今夜行バス乗ってるって人もいたけどね、本当にわざわざありがたいです本当。大好きなファッション、そして大好きなブランドの LHP さんとイベントができる喜びをかみしめたいと思います。あー、明日終わっちゃったら私は次何を楽しみに生きていけばいいんだっていうぐらい楽しみだったので、ちょっと寂しいんだけど、すでに。でもとにかく楽しみましょう。待ち時間とかも多分ある人いると思うんだけど、上手に原宿巡っててください、ね、渋谷に新しいなんかビルも建ったじゃん、パルコともう一個スクランブルなんとかみたいな、昨日そこで初めてご飯食べたんだけどね、だから時間潰しに渋谷まで出ちゃうのもありだと思います。そんな感じでインスタライブはおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。明日たくさんの方に会えるの楽しみにしてます。じゃあねー、バイバーイ、ありがとうねー。